キム・ハーダウェイ、1966年9月1日台は、アメリカ合衆国出身の元バスケットボール選手。イリノイ州シカゴ出身。アメリカプロリーグ NBA で活躍し、90年代を代表する選手の一人。183センチメートルと小柄ながら、妙義、キラークロスオーバーを武器に、超攻撃型ポイントガードとして活躍した。 2000年のシドニー五輪金メダリスト、オールスター戦には5度出場。息子のティム・ハーダウェイ・ジュニアも NBA 選手でダラス・マーベリックスに所属している。大学時代にはテキサス州大エルパソコーでプレー4年生の時には平均22得点、4リバウンド、5.4アシストの記録を残し、身長6フィート以下の優秀な選手に贈られる。 フランシスポメロイネースミス賞を受賞した。大学を卒業すると、全体14位で、ゴールデンステートウォーリアーズに指名された。1年目は平均得点14.7、アシスト8.7と、新人としては優秀な成績を収め、オールルーキーファーストチームに選出された。2年目以降、ハードウェイの平均得点は20を超えた。当時のウォーリアーズは、クリスマリニア、 ミッチ・リッチモンドを擁したリーグ屈指の得点力を持つチームだった。ハーダウェイとマリン・リッチモンドはチームの稼ぎ頭で3人はそれぞれの頭文字から当時人気のあったミュージシャン・ランディ MC をもじってランティ MC の異名で呼ばれた。3年目は平均得点23.4で平均アシスト数は10。 4年目は平均得点21.5で平均アシスト10.6。2年連続で平均得点20、アシスト10を超えたのはリーグ史上ハードウェイで5人目だった。また4年目の1992から93シーズン中には NBA 史上2番目の速さで通算得点5000、通算アシスト2500に達した。このシーズンは膝の怪我で試合を欠場し、 後に、ハーダウェイを悩ます。膝の故障に見舞われた、最初のシーズンとなった。1993から94シーズンは、膝の怪我で全試合欠場した。1996年のシーズン中にマイアミヒートに、トレードされ、パットライリー監督式の元アロンゾ・モーニングや、ジャマール・マッシュバーンらとチームを組むことになった。ハーダウェイは、リーグ屈指のポイントガードだったかつてのプレイレベルを、 取り戻し、ヒートも東地区を代表する強豪となった。ヒート2年目の1997年には、オール NBA ファーストチーム入りを果たした。チームは、毎年地区屈指の成績を残しながらも、シカゴブルーズやニューヨークニックスなどに阻まれ、優勝の機会を得られないまま数年を過ごし、30代の半ばに近づきつつあった、ハーダウェイの個人成績は徐々に低下していった。 2000から01シーズンを最後に、ハーダウェイはダラスマーベリックスにトレードされ、翌シーズン中にデンバーナゲッツに放出された。このシーズンは平均得点は10を下回り、平均アシストも5以下だった。翌シーズン、ハーダウェイはどのチームでもプレーせず、ESPN 局で放送された NBA の試合で解説を務めた。次の2002から03シーズン末に、 インディアナペーサーズとフリーエージェントとして契約10試合に出場しシーズン終了後に引退した。ハーダワイは1994年のバスケットボール世界選手権大会にドリームチーム2のメンバーに選出されたが故障で出場はできなかった。2000年シドニーオリンピックでも米国代表チームに選出されこちらは金メダルを獲得した。2005年 ABA のフローリダ・ピット・ベルズのヘッドコーチと副オーナーに就任した。チームは2007年より CBA へ参入する。2009年9月17日にマヤミヒートの永久欠番となった。2013年2月15日に電動入り候補に選ばれた。その後、毎年のように最終候補まで残るが未だ電動入りは果たせていない。2014年から スタンバンガンディの元デトロイトピストンズのアシスタントコーチとなり、コーチングのキャリアをスタートさせた。ありがとうございます。